こんばんは。こんばんは。ちょっとマスクで失礼します。こんばんは。どうもどうも、こんばんは。ちょっと早めに始めたかな。でもまあいい時間。こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんはです。もうちょい。こんばんは。みりんが10時半をお知らせします。イエーイ。すみません、今日全然メールが送れなくて申し訳ないです。メール送れなかったからショールームのこともメールで言えなくって、予約は一応してたんですけど、見てくれたかな。ありがとうございます。今日はちょっと11時ぐらいに終わろうかなと思うので、30分ぐらいお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いします。そう、いつも早いからちょっと今日配信ができないかなと思ったんだけど、お話し会も始まったのでみんなにお知らせしなければと思い配信をしました。イエーイですね。まああとは月末だしね。そうなんです。 C 日程が始まりました。まあ、C 日程が始まったので、私は監視枠も全部出たのでフルで申し込みができるようになりました。 C 日程でやっとやっと
ありがとうございます。ということで、感謝枠も全部申し込めますし、お話し会も一応全部申し込めるようになってます。一時なので、はい、なのでそうだな、私のおすすめは4月かな。やっぱり4月の6周年前後とか、4月だな。なんか完売もたくさんあったよね。本当に1時だけど完売してるところあった。1時だからリセットされてると思ったんだけど、何個かあった。あ、本当にそれは見てなかった。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。本当にちょっとチェックします。ごめんね、全然チェックできてなかった。てっきりなんかもう全部リセットされてるとばっかり思ってたから。2月23は7時間目が申し込めないや。すごい、ありがとう。3月12も7時間目がダメだ。そんなことある、嬉しい。あとはそう、まあリアルお話し会も申し込みができるようになってるので、まあ確率的にはすごく、4月2日の1時間目も売り切れになってるとは、やっぱり4月2日の1時間目早々から完売してたから、誰が来てくれるんだろう、楽しみだな、嬉しい。幕張は一応まだ来れるね。あとはそうだね、7時間目が割と完売してるな。ありがとう、7時間目来てくれる、嬉しいな。あとはここもまだ完売してなくて、ねえ、福山が1個も買えないんだけど、決済忘れた、初、いや、なんかなんだろうな、一時では基本完売してる部が開くのが普通なんですよ。なんか逆にあんまりお話し会とかっていうの知らない方はなんか、みんな決済してないのとか思うかもしれないんですけど、基本全部開くのが普通で、1時でも完売ってなってたら、すごくないっていう話なんですよ。やっぱり例えばだけど1000人ぐらいいたら1人ぐらいはいるよみたいな話なんですよね。そうだとしても申し込みができるようになっちゃうんですよ。ただ例えば B 日程で完売してないところって、まああと100枚申し込めるよっていうところと、B 日程で完売しててあと2枚しか申し込めないよっていうところは、どちらも申し込みかってしか表示がされないので、そこは頑張ってください。もしその分その2枚のところに来てくださるんだったら、もう全然なんか1万申し込みとかやってもなんか言える方もいるぐらいのなので、
そうだね、 B 日程で1回完売してるところは数枚だと当たらないかもしれないって感じです。うんうん、そう、まあ、当たらないと思って申し込んでもらいたいですって感じでも B 日程で完売してないところはまあ当たる確率はすごく高いと思います。はい、私のおすすめは4月ですね。4月がおすすめです。4月おすすめ、ぜひなんか本当にお話し会に来たい方、本当にお話し会に来たいって思ってくださる方はぜひ B 日程で完売していない部に申し込んでほしいです。はい、よろしくお願いします。 B 日程で完売してるところに申し込むのはまあなんか、あ、そうだね、あのリアルお話し会にどうしても行きたいんだ、もっと撮りたいって方はまあ確かにこのチャンス、このチャンスをぜひ。え、ねえ、感謝枠ってさ結局どうだった？制限あった？一時だけどなかった？ごめんね、全然ね見てなかった。感謝枠は制限あった？ない？みんなに聞いた方が早い。初回のみで10枚か。なるほどなるほどなるほど、ありがとう。1枚ずつで10枚だそうです。ありです。初回申し込み、初回申し込みのみなので、感謝枠を申し込みたい方はぜひ一時申し込みで申し込んで欲しいです。なぜならば B 日程は割と一時申し込みで完売してたので、そうだな、特にサイン会だねとか言うと、もうサイン会と言いたい人これ以上言うなって話だと思うんですけどはい、あとは割とツーショットは申し込みができる、割とツーショットの方が確率は高いと思うので、あの確実性はある、ツーショットの方が。ただ2次で申し込むとツーショットも分かんないから、なんかサインかツーショットかどっちも行きたい、あ、どっちか行きたいなーって感じだったら1次で逆にツーショット申し込んじゃった方が賢いかもしれない。2次でツーショット、1時でツーショット撮れるかもしれないけど2時でツーショット撮れるとは限らないので、って感じかな。そう、10個しかないからね、どう組み合わせるかによるよね。ぜひいっぱい考えて。でちなみに感謝枠とお話し会は申し込みが別なので、感謝枠に10枚申し込んだとってお話し会はいくらでも申し込みができます。初回申し込みのみなのは、あの、おは感謝枠だけの話なので、そもそも申し込みのその申し込みのところが違うんですよ。なのでお話し会申し込むときは感謝枠に何枚申し込んだ関係なく申し込みができるし、感謝枠もお話し会どれぐらい申し込んだとか関係なく感謝枠が10枚まで取れますっていう感じですね。はい、ということです。ピミだね。
そう、明日の13時までです。あれで忙しいな。ありがたいね、忙しいのは。ぜひよろしくお願いします。明日の13時までです。あ、寝る前に申し込みします。ありがとう、とってもありがとう。ちなみに、じゃあそこまでそんなに言うけど、一体どこが完売してたんだっていう話なんですけども、リアルお話し会は全部完売してました。ちなみに2月23は478、3月12は78、4月2日の1時間目、4月16の8時間目。あ、これは感謝枠か。うん、うんって。あと6月11と4月17の7、8時間目かな。4月1日取ると漏れなく完売はしてなかった。あ、最低100投げるつもりじゃないと当たらなさそうね。そうだね、なんかリアルお話し会はそうかも。これは多分経験者は語るかな。B日程完売してるところにどうしても取りたいんだったら、そう、最低100は取らないと当たんないっていう、なんか売れっ子みたい、売れっ子みたい。ただなんか他の日程は取れちゃいます。2月23日はそう、1、2時間目は完売してないけど、逆に他は完売してたんですね。で、2月23はこの申し込みをも持ちまして終了です。はい、終了です。ちなみに A 日程で完売していた7月17の7時間目は B 日程の一時100枚投げて全滅でした。だって、なるほどね。そう、幕張メッセも別に前の申し込みで1回全部完売してるから、そう、今完売してるとかじゃなくて、完売してるのに2枚ぐらい申し込めるから完売してないっていう風になってるだけです。で、私のおすすめの4月がまだ全然申し込めちゃうんですよ。4月1日2日15、16は6周年コンサートの前後なので、ここはね、みんな C 日程のもしかして1時で、私はね、なんかどっか完売が新しく出たらいいなって思ってます。4月1日2日15、16は唯一この4日間で完売してるのが4月2日の1時間目と、4月16の8時間目。まあ、ここは8時間目は別にいいか、サインの部だから。つまり4月2日の1時間目以外お話し会は全然申し込めちゃうので、そう、なんか新日程で買えなくなりましたってなるのが、あ、4月16の7時間目もだよ。お、ありがとう。だって、だって、だって、はい、そう、あ、でも1日2日はまあなんかみんなね、いろんな、ゆぶきなこさんもね、コンサートあるもんね。からみんなコンサート前、1時間目とか2時間目とかだとコンサート前に外れるのかな、ね、コンサート中は全然
もうコンサート行ってよって感じなので、時間がね、時間が、1時間目が11時から12時まで。だから午前中がもう1時間目しか申し込めないのか。2時間目が12時10分から13時10分なので、1時間目が唯一午前中にお話ができるところです。で、11時から1時間。2時間目が12時10分から1時間。3時間目が13時20分から1時間。4時間目が14時半から1時間。5時間目が15時40分から1時間。6時間目が16時50分から1時間。7時間目が18時20分から1時間。8時間目が19時半から1時間。あ、じゃあもし18時からとかのコンサートとかがあったら、まあ6時間目がギリかな。6時間目の最初の方に来るんだったら、まあ、最後の方に来ても18時からだった、ギリ間に合うけど、まあ6時間目取るんだったらもう最初の方に来ないとって感じかな。まあだから1時間目から、まあ、5時間目くらいまでで、あ、なーちゃんの卒コンは19時開演、そっか。そしたらまあ7時間目の最初に来たら間に合うけど、まあそうだな、バタバタしたくなかったらまあ6時間目までで切り上げておくっていうのもですね。でもなんか逆にこれから行きますとか見たい、見たい私も行ってる気になりたいな。みんなでも金、コンサート前とかね、それはバタバタしちゃうしね。18時20分から19時20分なので、18時20分に入れちゃえばいいけど、あ、すごい、私のスマホが映ってる、ほら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 すごい、今ちょっと日程見てるからかな。7時間目最初に来るんだったら雪だけど、なんていうかな、あんまり無理はせずにっていう感じですね。まあ7時間目、そうだね、6時間目までとかで、もういいかもしれないね。心の準備とかもあるしかな。そしたらなんか意外といけちゃうんだね。私なんかもっと、そっか、夜だからか、昼公演とかだったらなんかだけど、へえ、逆に早めに会場着いちゃって、会場でお話、会場の近辺でお話し会とか やるとなんかそれもありなのかもしれない。ね、なんか他のコンサートとかある方もぜひ参考に。18時から開演だったら6時間目がギリです。6時間目がギリかな。19時開演だったら7時間目がギリですって感じ。ぜひなんか土日とかにコンサートとかあってお話し会も来てくれるよって方はぜひ参考に、今後の参考にしてみてください。意外とね、ゆる公園とかだったら全然ほぼほぼ行けちゃうんだね。最後の辺来れないだけなのか。へえ。そう、なんかお話し会って人とかが映んなかったら外でも全然できるんです。ただなんか人の邪魔になっちゃダメ。私もちろんなんか道端で立ち止まってとかはダメだし、なんか常識の範囲内でお外でも
できます。そう、なんか一番いいのは、例えば、例えばコンサートに行くんだったら、そのコンサートの会場、外の会場の壁とか、ここが東京ドームですみたいな感じ。あんまり人が映り込むのもそのよろしくないみたいなので、あの私のショールームとかみんなのショールームとかみたいに、もうなんか壁背景にしちゃえばいいかなって感じ。そう、私たちは外ではできないけど、そうそうだね、なんかそういうところだと多分人も多いと思うから、こう言ってカフェとか使ってお話し会とかだったら雪ですね。あとは公共交通機関ももちろんダメです。基本なんかテレビ電話みたいな感じなので、電話がダメなところではそもそもできないよねっていう話、そのマナー的にかな。そもそもですね、あんまり私が一緒にやってて、なんかよっぽどなんかがあって切られるみたいなことはないけど、みんながそりゃなんかそもそも気をつけてくれたりするから、切られるっていうことは今のところはないです、はいって感じが。あ、そう、車の中からも OK です。そのもちろん車を止めて駐車場とかに、車の中とかでやってくださる方も多いです。逆にお家だと家族がいてとかで車の中とかでやられてる方も結構いますね。あとはなんかその観光地とかでその綺麗な景色を見せてくれたりとか、なんかそうイルミネーションだよとか夜とかやってくれたりとかもします。って感じかな。はい、な感じです。早いですがそろそろ終わります。早いありがとうございました。1月終わっちゃうね、早いね本当に。じゃあちょっと次壇上が変わったら読もうかな。次壇上が変わったら読みます。あ、変わりました。ということで終わります。13位ビルトンサさんありがとうございます。12位カサオキさんありがとうございます。11位ヒーローさんありがとうございます。10位ハユミンさん、滝波子、神押しありがとうございます。9位ビョンドクさんありがとうございます。8位ミキネコファミリーさん、お話し会追加したよ、おありがとうございます。7位エリオルマルさんありがとうございます。6位石出さんありがとうございます。5位ミエスクさんありがとうございます。4位オックンさんありがとうございます。3位イソケンさんありがとうございます。2位ヤットくんさんありがとうございます。ヤットくんかな、どっちだろう、ありがとうございます。そして1位はコーラさん、おやすみ、おやすみなさい、ありがとうございます。はい、ということでもう配信を終えるので、まだ寝ないよって方はぜひお話し会もねチェックしてもらえたらとってもとっても嬉しいです。よろしくお願いします。明日そうなんか明日完売が、B 日程で完売してないところとかが完売してたら、あ昨日なんか時間なかったけど配信してよかったってきっとすっごくすっごく嬉しくなるので、ぜひ見てくださってる方はその後からとかじゃなくて今回の1時で申し込んでもらえたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。そしたら私もねなんかショールーム、はあ、なんか
さんなくてもいたいなって多分思えるので、まあでももちろん無理はしないし、みんなも無理はしないでください。はい、ということで今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りエミリン。それではおやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。暖かくして寝てね。